今回紹介するコツは、サーブでスライスサーブのキレがないという悩みを解消するコツです。リスクの低いキレのあるスライスサーブを身につけられるといいですよね。この悩みに対してコツの一つが、ボールを切るのではなく弾くことです。ボールの右側を切るスライスサーブだと回転だけ増えてしまうようです。正しくはボールの右側を弾くこと。そうすると回転とスピードが両立されたキレのあるスライスサーブが打てるそうです。いかがだったでしょうか。スライスサーブは回転量が多すぎてしまうと、浮いてしまって叩かれることもあると思います。しっかり、スライスがかかってキレのある、サーブが打てると、ポイントにもつながると思いました。スライスサーブが回転だけのサーブになってしまうと悩んでいる人は結構多いと思います。ぜひ皆さん今回のポイントを意識してみてください。よかったらぜひチャンネル登録お願いします。